教育委員会公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今年の4月で、この公式 YouTube チャンネルも、開設から3年目を迎えますけれども、今年もホットな情報、そして皆様の様々な学習活動をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて今回は、学びティーセンター利用サークル紹介の、3つ目ということで、ボードゲームサークルつなぐぼさんの活動を皆様にご覧いただきたいと思います。ボードゲームサークルつなぐぼは昨年の7月に、結成されたばかりのサークルで、幅広い世代の皆様の交流とボードゲームの楽しさを伝えるために活動をしています。今からこちらを使ってマナセンの方に行ってきたいと思います。それでは行ってまいります。行きます。見てもらうとボードゲームがこういう感じでいろいろ並んでまして、これでもまだ本当に数としてはまだまだ他にもいっぱいあるので、いろんなゲームでいろんな人と楽しみたいなっていうのがありまして、ぜひ来ていただけたらいろんな人と遊びたいと思います。これもまた脳トレの一種、開けていただいて、この中21ピースあります。全員同じピースが色違って 4つあります。数えてください。21、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でこの形状を見ると大体皆さんテトリスを思い浮かべるかもしれないんですけど、どういうゲームかと言いますと、ここ4人いますので、ここらが私の陣地、これが真由美さんの陣地、これが野村さんの陣地、これがりっちゃんの陣地になります。でスタートはここからになります。でどうするかと言いますと、何でもいいんですけど、ここに置くように、こういうスタートはできません。ここに絶対必ず置いてください。で、これを時計回りが置いてきます。で、私がこう置きました。で、まゆみさんが置きます。っていう感じで、どんどん置いていくんですけど、次に置くルールとしては、自分の角っこをくっつけないといけません。こうやって面でかぶせれません。みんな角で置いていって、一番、まあ、置き切るのは難しいんですけど、置けなくなったら、もうパスという感じで、リタイアになっちゃうので、で、リタイアになるともう置けないので、いかにいっぱい置けるか。で、こういう5個の一番使いにくいやつをどこで使うのか、いろんな形あると思うんですけど、みんな同じ21ピースありますんで、まあこういう状態だったとしても、相手の面にはこうつながっていいので、ああ、なるほど。こうやると今度こっちから進めるとか、相手の面は接してもいいですね。相手の面は OK、自分のだけ角っこで進めていくという感じになります。じゃあやってみましょう。パズルとか好きな人だったら、もう本当一個も余さずに置き切っちゃう人もいるので、得意な人は。この角取ってもいいですか？ここじゃなきゃダメ。あ、もうどこでもいいです。自分の角だったらそうです。どこに進みたいかなので。それはこれ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  OK。そこ OK。はい。もうどこでも。使いにくいのに。こうなってくるとぶつかるんで、こう回すとか、相手をこう来るとか、これで広がってきますね。そしたらとりあえずちょっと相手の通せん棒をしながら、あ、ダメだ。あ、全然ある。こうやったりするとここから抜けれたりする。感覚だな、うん、もうやってみてですね、もはや感覚だ、うん、痛い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 
僕の目線が読まれてたみたいな。やられましたね。やられました。そしたら別ルートですね。最初はまずはやってみるっていう。何も考えてない。それが。いや、そうです。まずはやって。ビギナーズラックに預かりたい。預かりたい。とりあえず僕もビギナーズラックに預かりたい。ね、楽しんでやってみるっていう。次からまたね、前回の経験を生かしてどうしようとかっていう方向で。やって一回やらないとね。厳しい。もう僕パスかな、これ。そうです、パスじゃない。そうです、無理だよ。これでパスになると脱落になるので、パス。あとは2人で置ける、うん、誰か脱落しても一人置ければずっと置き切って達成っていうパターンもあります。うーん、なるほど。今の人は全部置き切ったりするんですけど、ね、パズで、で、ない、ないね、ないね。じゃあ自分も1個だけ置けて、この後はもうちょっと置けないですねっていう感じで、残りのピースがまあマイナス点なので、これを1個として考えて、1、2、3、4、5、6、7、あ、そういうことなんですか。まあ一応、そうですね、こういうのがあります。あ、そうなんだ。ざっとですけどね、まあそんな感じで、まあピースを少なくするっていう感じで、子供でも楽しめるような、ちょっと頭使いますよっていうゲームもありますので、まあこれもまた大人気のソードゲーム、ブロックスっていうゲームで、ちょっと悔しいな。そう、またやってみたくなるっていうところが、これ次やると絶対上達しますんで、つなぐ棒代表の堀井さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。つなぐ棒を結成されたきっかけってどんなところにありました？ボードゲームがもともと好きで、ボードゲームやれる環境っていうのは前に東京に住んでいる時に少人数で開催してたんですけど、まあ、転職しまして、ビフォロに来る機会がありまして、ボードゲームやり仲間を増やしたいなと思って、それで、まあ、知人に声をかけてサークルを立ち上げたというきっかけになります。自分が34で30代なんですけど、まあ、上の40代もいますし、20代もいますし、まあ、大体30代40代で今やっていることが多いんですけど、まあ、特にボードゲームって本当に子供からシニアの方まで遊べる、まあ、ゲーム内容によってなんですけど、それが一番の魅力なので、まあ、どの年代でも遊べるっていうのはボードゲームのいいところかなと思います。堀井さんが知る限りでボードゲームの種類って何種類ぐらいありますか？自分が持ってるだけでこれ以外にもいっぱいあるんですけど、100以上はあります。100。これはちなみに全部堀井さんの？これはそうですね、自分の種類の。自分で全部揃えられた。小さいのから、まあ、大きいゲームで一番時間かかるだったと3時間1ゲームでかかるっていう大きい箱のゲームもあったり、本当にバラバラなんですね。それ全部含めると多分何万とか何十万とか、ものすごい数、世界、日本で新しく作られてるんで、いろんな種類、いろんな数あります。この後というかサークル活動の今後なんですけど、何かこうイベントを考えたりだとか、どんなことをしていきたいとお考えになりますか？まあ、ゲームで例えば勝った人が、まあ、例えば30人の中で1番になった人が、まあ、商品券もらえるよとか、ビフォロの丸々で何百円引きの券がもらえるよとか、そういう感じで、まあ、大会みたいなのもやってみたいなとは思ったりしますね。
この後ってどんな年齢層の方に入っていただきたいと思ってらっしゃいますか？そうですね、やっぱりそのボードゲームってルールが分かんないからやったことないから分からないっていう最初そういうイメージを持っている人が非常に多いんですけど、本当に一回やってみると、あ、実は面白いんだ、こんなのもあるんだっていうのを分かっていただけるので、まあ、特にその年齢層っていうのは気にしてないですね。まあ、子供が来てもらっても楽しめますし、それこそ60代70代の人が来ても、まあ、手先を使ったり頭を使ったりして認知症予防にもなったりするので、本当に年齢層はこだわりはなく、はい、子供らでも来ていただきたいと思います。最後によろしければ、この休憩会の YouTubeチャンネル、この動画をご覧になっている皆さんに、活動の PR ですとか会員募集のメッセージをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ボードゲームサークル、スナグロの代表やってますエイクです。よろしくお願いします。ボードゲームのいいところは、まあ、先ほども説明したんですけど、ルールがわからなくやったことない人でも楽しめるっていうのが、ボードゲームの一番の魅力だと思います。まあ、ゲームなのでもちろん勝ち負けはあるんですけども、やっぱり勝ち負けにこだわらず楽しくワイワイやるっていうのがうちのつなぐものモットーになります。まあ、勝ち負け、負けた人が、イライラしたり、カッカする場ではなくて、日頃の、まあ、嫌なことだったり、まあ、仕事で嫌なこと、プライベートで嫌なことある人たちもこのボードゲームやってる間は多分忘れられると思いますんで、楽しい場作りとしてそういった場所に来てもらえれば絶対楽しい環境が待ってますので、一歩踏み出す勇気といいますか、一回遊びに来てもらえたら嬉しいなと思いますので、月に3回開催してます。日曜日に2回、金曜日1回、まあ、主に第2第4なんですけど、まあ、不定期になりますので、参加してみたいなと思う方は、教育委員だったり、町民会館だったりお問い合わせいただけたら対応してもらえると思いますので、よろしくお願いいたします。本日はボードゲームサークルつなぐ子代表の堀さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ボードゲームサークルつなぐ子で待ってます。待ってます。